間がかかるんですよ。こういうものを作りたいって思った時に、うちはあのろくろ成形する人から透かし彫りをやる人、彫刻をやる人、和絵付けやる人、窯焚く人、山から原料を集めてくる人、いろんな人たちがいるわけで、今の工場っていうのは全て私の時に、まあ、採用して育った人たちですよね、はい、でその人たちが今今度は教官として若い人たちを教えてるわけですね、はい、だからあのチームが僕の作品なんですよ、まずね、でその作品が焼き物という作品を作り出しているっていう、でそこに僕がずっと関わっていて、ここはこうしようとか、ああしようとか、こんなにその落とせば割れるものに命がけになるんだろうと思うと、逆になんか戦国時代であったがゆえに、そのまさにこれが死と生のこの感覚っていうか、これは僕の勝手な感じなんですけど、落として割れるってことはイコールさ死を意味するわけですよね。なんかこう日本人の死生観みたいなものとこう関わってくるんだろう。さまざまな自然災害に襲われ、苛まれ続けてきた国で。で、それはもうこれからも忘れるか、未来永劫、この里根からは逃れられないわけですから。なんかこう形あるものは必ず壊れるし、この世に永遠なものはないし、人は必ずいつか死ぬんだっていう、なんかその災害によってなんかこう作られた日本人の感性みたいなものがあって、でそれが禅の思想と結びついて、こういう落とせば割れてしまう脆いものを大事に、なんかめでるっていうか、そういうふうに繋がっているのかなって思ったりして。